11人しかいないチームで10人出るって俺が補欠かと。好きで続けてたらいずれこういうタイミング多分みんな来るんで、だから好きでもう嫌でソフト嫌でやめたいってなるまではその大学とかまでこう続けてほしいなと思うんですよね。じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。技術動画を配信してきたんですけれども、今日はその中心となっている松田ひかるに焦点を当てて、ちょっとフリートークの感じで今日はお届けしようかなと思ってます。で、飛沫防止のためにアクリル板用意して、で距離を保ちながら今日は会話を進めていくんで、聞き取りにくかったりちょっと見えにくかったりしたら迷惑かけるんですけれども、どうぞご容赦ください。じゃあ早速ですけれども、松田ひかるについて赤裸々にやっていきたいなと思います。ひかるの小学生の頃、はい、その頃からスタープレイヤーだった？いや、全然ですね。全然全くもって劣等生です。劣等生はい。あ、そう、はい、でもね、その頃から例えば球が速く投げれますとか、はい、速い打球打てますとか、そういうのはあったんじゃないの？いや、球も遅かったです。コントロールだけは良かったんですよ、ピッチャー。コントロールだけは良かったんですけど、球遅いし、足遅いし、打球飛ばないし、いう感じでした。これ本当に今から言ったら想像つかないぐらいの小学生だったけど。そうですね。もう全然目立つことなく、っていう感じですね。じゃあこれが売りだったとか、なんかこれが特徴的だったとか、なんか、笑顔ですかね。本当は今でも変わる。試合中ずっと笑ってんねとはずっと言われてますよ、小学校。それは好きなんだねって。それはやっぱ二十数年経っても変わらないっていう。そうですね。まあでも社会人になってだいぶこういう怖い顔試合でもしてると思うんで。いや、でもデッドボール当てた後なんか相手の監督とかにもあいつ笑ってんぞって言われて、いやすいません、ああいう顔なんですけど、ちゃんと説明したことあるけど。あ、でもそれはもう高校生の頃にもありますね。ある。はい。その相手に当てたとかじゃないんですけど、中学3年生。で、今度ここ入学しますよっていう時に、僕サードだったんですよ、中学校野球、で、サードで出ろ先輩がエラーしてできるやついるかって、手挙げるじゃないですか、はい、出たいからね、はい、手挙げて出たんですよ。ちょっと野球の半分じゃないですか、距離、でベースより前だし、やっべえと思って、で、そしたらもう変わったばっかりで、もう最初のバッターサードが来てトンネルしたんですよ。打球速すぎて、おっってなって、もうやべって直してたら、タイムってなって、ちょっと来いって、お前何笑ってんだ、いや、笑ってねえしなって。でもそっからですよ、もうずーっと永遠ダッシュ。外野のフェンスをすると、はいはいはい、1試合半ぐらい、まだ入学してないのに。はあ、厳しいなぁ、千葉系ここはと思いましたよ。いや、でも千葉ね、名門千葉系愛高校、はい、もう初めから系愛高校行きたくて進んでった感じ？そうですね、小学校の頃にそのいとこのお兄ちゃん3人いるんですけど、で1人が、その千葉系愛高校でピッチャーして選抜優勝したんですよ。そのピッチャーのお兄ちゃんを見て、なんかかっこいいなと思って、で、まあ、なんとなくそのずっと小学校の頃からここでソフトボールやれたらいいなみたいな、やってみたいなっていうふうにはずっと思ってました。じゃあとりあえずその幼少期のまずはその目標を一つクリアしたっていうのね。そうですね、敬愛に行きたいっていうところがあって敬愛行ってソフトボールできた。そこでピッチャーやりたいとか、なんか漠然なんかあったんですか？あ、何もなくて、なんかソフトボールがしたいっていうのはあったんですけど、でもその中学校も野球やってたんですけど、私市の選抜が入ってたんですよ、実は、で、その軟式やってたんですけど、準硬式の大会が千葉県であるっつって、
その市の選抜の代表に入ってベスト8まで行ったんですよ。ちょっと経歴だけはすごいんですけど、まあでも全然本当に足を強いし肩弱いし、その時サードサードです。じゃあ高校進学しても初めはサード、一応ピッチャーもできるっていう感じで入りました。小学校はピッチャーだったので。うん、その頃の球速は入ってから夏休み疲労骨折したんですけど、ここ疲労骨折するまで3ヶ月4ヶ月ぐらいピッチャーやってたんですけど、84キロのマックスです今今と50キロぐらい差ある。そうです、まあ、50キロは、まあ、そうですね、45キロでしょ、はい、マックス差ありますね。本当にこう成長遅いっていうのもあったんで、うん、体ちっちゃくて、うん、もうめちゃめちゃこうポチャポチャしてて筋肉なかったんですよ。なんでその KI 入る時もセレクションがあって、そのセレクションで 50m 走った時ももう9秒とかかかっちゃって9秒。そうです。だから先生が部員欲しいんだけど、ちょっとこのレベルの選手で、まあまあでも、そのいとこの兄のコネクションがあり、うん、入れてもらったって思います。でもね、高校時代ピッチャーで優勝してるわけじゃん、全国大会。同時ですか？同時、はい、つけなきゃいけないですよ。同時優勝、同時優勝、ね、それこそ僕らの代表が高校高校めちゃめちゃ強くて、あの今リーグでいるその鈴井拓人、澤田雅樹とか、まあ一個下に早く高橋彩、でその下には伊藤浩司とか、本当すごいチームです、それでもう雨で決勝戦ができないでも決まってたんですよ、その最終日の時点で雨で流れてたんで、で新島に勝ったら優勝みたいな、おお、これはちょっとワンチャンあるぞ。で結果も 1-0 で最後サヨナラ勝ちだったんですけど、で優勝して、お高校の監督に、うちの監督がもう非公式でいいから決勝戦やりませんかって言われて、もう即答でやりませんでも実力の差が多分ありすぎて、でも やらなかったら優勝じゃないですか、やっても優勝なんですけど公式的に。でも何対何で負けたみたいになったら、まあ、ちょっとあれじゃないですか、もう絶対負けると多分うちの監督が踏んでたの、まあ、やらないと。当時の高校の監督さんは梅下さんです。あ、梅下さんで、千葉系愛の監督さんが加藤さん。なるほどね。でその選抜大会も、まあ、優勝したんですけど、4試合で40何本ヒット打たれて、優勝して、まあ、その高校でパーティーみたいなのするやつ、なんか祝勝会みたいな、まあそうね、優勝したからね。その時にうちの顧問の日暮先生に、お前は史上最多被安打投手だみたいな、ようこのメンバーで勝てたわって言われて、その野手も本当に飛び抜けた選手いなくて、もうなんかみんなソフト好きで、でなんかもうこう集中、ここ集中っていう時に多分みんな集中できてたんで、なんか団結力があったチームで、スイミー軍団って言われてたんですよ。かっこいいじゃん。でもザ・チームスポーツって感じ。あの、そうです、ね、はい、そんな感じがする。そういうチームメイトいたんで、ずっとソフトがしんどい練習してても好きでいられたのかなと思いますけど。ちなみにその時のチームメイトが今でも仲良くやってるの？仲いいですよ。あ、やっぱね、はい、そういうのってやっぱ年を重ねてもどんどん継続してこう仲間 の信頼関係みたいなのがやっぱ繋がっていくんだろうね。そうです、やっぱしんどいのにしたんだああ、なるほどね。そうですよ。これがここまでが高校時代ね。
そうですね。なんか高校時代なんかもうちょっとなんかパンチ効いた経験しましたか？あ、ありますよ。あ、もう本当あります。あ、そう。はい。その選抜じゃない。3年生が引退した時ですよ。うん。1個上の先輩3人しかいなくて、僕らの代8人だったんですよ。うん。で、11人じゃないですか。うん。で、その、打つだけ、守るだけ合わせたら10人レギュラーじゃないですか。うん。俺、ベンチやったんですよ。いや、ちょっと、さすがに、これは、めいったっすね。あ、そう。そうかと。11人しかいないチームで10人出るって、俺が補欠かと。11分の10、試合に出れるのに、その位置が自分だった、はい、あ、これはやばいなと思いましたね。うん、めっちゃ練習した。してたんですよ、練習は。練習してた。練習してたんですよ。で、まあ、その推薦じゃない子もいたんですよ、僕らの学年には。うん、一般で入ってきたと思って、うん。あ、その子が出るんだ、みたいな。俺ベンチか、みたいな。厳しい世界だなと思いましたね。でもそれがソフトボール人生で一番の辛い思い出かもしれないですね。なるほどね。はい、でじゃあ、まあね、そういう経験をして、次はその実業団とかではなくって、大学へ進学します。はい、で、京都産業大学。京都産業大学どうだった？めちゃめちゃ自分に合ってる大学でしたよ。おぉ。どの辺が？ソフト好きなんですけど、しんどい思いするのは好きじゃないんですよ。京都産業大学？いや、自分が。あ、光る自身、光る自身。すごいしんどい練習も好きじゃないし、すごい厳しい上下関係も好きじゃないんですよ。うん、そういう面で、自分に合ってる大学だったかなと。だってでも京都産業大学って言ったら、言ったら名門大学じゃん。そうです。古豪、ね、古豪ですね。でも過去の先輩で言ったらさ、天野さんもそうだし、馬場さんもそうだし、浦さんもそうだし、ね、代表に名前を連ねたような選手たちが出て、大学なわけじゃん。はい。いやでも古豪なんだよ。古豪。はい。だ僕が入った時は、それこそ入る1年前までは関西でも2部リーグみたいにしたので、ちょっと低迷してたってことね。はい、うん、でその入るのも言ったらまあ選抜大会そ同時優勝したんです、うん、でインターハイも3位まで行ったんですよ。言ったらもう すごいじゃないですか、うん、経歴で、うん、でピッチャーですよ、うん、いやそりゃもういっぱい声がかかるはずじゃないですか、うん、普通に考えたら。声かけてくれたのは地元の国際部の大学と、まあ、今言った京都産業大学で、しかも京都産業大学も選抜優勝した時点でその結果で声をかけていただいて、でインターハイをその監督さんが見に来てくれたんですけど、僕のピッチングを見てちょっと自分だけでは判断できないっていう、なんでそれを評価をいただきまして、スピードは足らなかったと思う。まあ、スピードは遅かったですし、うん、何が良かったんですか。ちなみにその夏のインターハイ、はい、球速どれぐらいまで上がってたの。あ、でもマックスが112ってことです。おー、112。はい。でもその高校で、その、誰でも頑張れば110キロは出るって言われ続けてピッチングしてたんで、うん、それは信じて投げてました。で練習はめちゃめちゃしました。なるほどね、はい、でもそれを経て京都産業大学へ進学して、はい、でもそうか、でも大学生の時もね完全試合もしてるしインカレで。そうですね、大学でも4年ですね。それ。ああ。その序盤は1年から3年の間は。1年入った時は多分105キロぐらいですマックス。うん。カーボールに変わってスピードは出なくて、うんうん、でもその結果だけでジュニアに選ばれてたんですよ。はいはいはい。で大学1年生の4月か5月にジュニアカナダに行ったんですよ。アンダー19ね、はい、アンダー19、うん、世界選手権、はい、
で、まあ、もう役に立たなくて、うん、向こうで投げた、投げましたけど、まあ大事な決勝トーナメントは1試合も投げてないですね。3試合決勝トーナメントあったんですけど、うん、投げてないです。でもあのそれがだから2005年でしょ。はい、まあ、2005年、え、その時に国体が岡山国体だったでしょ。京都府のエースだったじゃん。あの頃には球速かったんですよ。え、なんで？ジュニアの大会終わって帰ってきたら120キロぐらい投げれるようになったんですよ。カナダ行って、はい、帰ってきたら、はい、120キロ出るようになってた。そうなんですよ。あ、まあその厳密に言うとガン大学になかったんで、はい、わかんないんですけど、でも120ぐらいは投げれるようになってました。まあ体が成長してきたのもあるのかな。まあでも本当に2週間とかの間に15キロぐらいスピードがあったんで。それは投げてても実感できた自分で。大学帰ってきてから実感しましたね。あれ早いわ。あ、早いなみたいな。その振り遅れの空振りをめちゃめちゃ取れるようになって、うん、だからそっから2年間3年間ぐらいもずっとゴリゴリに押してましたね。スピードで楽しくて。ドロップドロップ、はい。でもそんな、なんか誰かに教えてもらったとかそういうこともなく。そうですね、特別何にも教えてもらってないんですけど、うん、なんかまあこうやってたらどっかで来るタイミングが多分そのタイミングだったんじゃないですか。あ、いや例えばそのジュニアで選ばれて世界選手権行ってる時に、はい、梅下さんが監督かな、はい、宮平さんがコーチ、コーチね、だその人たちがこうワンポイントでなんかアドバイスもらったとか。いや、あ、梅下先生にもうちょっとピッチングでも役に立たなすぎたんで、うん、ちょっとバッティングでどうにかなんか使ってもらえないかなと思って、うん、こう試合前とかこう素振りしてたんですよ、うん、自発的に、うん、アピールで、はいはいはい、したらいいスイングしてるねとは言われました。打席に立つことはなかったんですけど。ああ、でも梅下さんは、スイングは認めてくれたわけですね、はい。そうですね。まあ、かける声がなかったのかもしれないですけどね。ピッチングで苦しんでたんで。ピッチングは宮下さんからも教えてもらうことはなかった。そうですね、なんか特別教えてもらったっていう記憶はないですね。うん、なるほど。でもアップでめちゃめちゃ 宮平先生が走ってたんで、うん、まあ、それにつられてめちゃめちゃ走ったは走りましたけど、でもそれがスピードにつながるかは分かんないですけどね。まあでも結構その光ってこう目で見たことをその体現するのが多分人よりも優れてるから、まあ例えば代表に入ってるチームメイトとか、はい、あとはその海外の選手のプレーを見て、もしかしたらこう自分の中に何か取り入れたのかもしれない。可能性はありますね。でも、はい、何かを意識して変えたとかはないですね。本当に帰ってきたら球速くなってる、なんでだみたいな。はいはい。なんで、もう本当なんか好きで続けてたらいずれこういうタイミング多分みんな来るんで、うん、だ好きでもう嫌でソフト嫌でやめたいってなるまではその大学とかまでこう続けてほしいなと思うんですよ、うん、まあ、それはね、やっぱりこう指導者目線からでもそれはあるね。やっぱり好きだからこう続けてるだろうし、好きだったら多分勝手に、言い方がちょっとあれかもしれないけど、上手になるというか。そうですね。もう探求心があるじゃん。もっとこうしようかな、はい、もっとこんな風にしたらどうかなってなると思うんで、まあ、そういうのをこう導いてあげるのが指導者の役割かなっていうのは、なんかこう、下手に押し付けるよりも、今みたいにこう、なんか自発的にこう、ね、気がついて感じて、進化していったら、自分が思い描いたことにこうなれるのかなって思って。するんだけど。なんとはい、じゃあいかがでしたでしょうか。松田光の大学編まで
小中高大というところまで今日はお話しさせてもらいました。まあ、松田光の全てちょっと語り尽くせた。どう？いや、全てではないですけど、うん、ということなので、次は社会人になってからの彼の、奇跡をたどってみたいと思います。それではまた次回ありがとうございました。どうだった？ヒラキンに来て、ヒラキンの初めの印象。正直ですか？もうしょうがないよ、これ隠したところでもどうしようもないよ。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy ソフトボール。